さあ。あのですね、はい、これは本当はあの短い話なんですけれども、はい、まあ、大阪で今も現在やってはるある芸人さんが、うん、これ清水さんっていう芸人さんなんですけど、はい、その芸人さんっていうのはもうすごくこう悩みやすい体質なんですよ、はい、でもちょっと仕事でうまいこといかなかったらもうすごいこう悩みあるんですよ、まあ、割とナイーブ、ナイーブなんですよ。ほんである日その清水さんが中江公安のところに電話がかかってきて、うん、俺今から死ぬと、俺もあかん、俺も今から死ぬ、兄さん何言うてまんねん、あんなこと言いなんな、今どこですか、もう俺は川べりに今立ってると、今から俺は入っていくって、こっちはそれやめなあれ兄さん、やめなあれ、今までありがとうなって清水さん電話切って、で川にうわー入っていったんですよ、うわー入っていって、で向こう岸ついてもうたうわもう切ないなそれいやいや分かってると思うまあね神に生かされたんですよ、ね、はい、じゃあ行きますか、はい、よし、じゃあそうそう、あ、神だ、はい、じゃあですね、小学校の時の話なんですけども、うん、まあ、その時に住んでた家がですね、うん、まあ、もちろん実家なんですけども、おじいちゃんがまあ建てた一軒家なんですよ、うん、まあ、一軒家なんですけども、そこ二世帯みたいな感じで住んでたんですけど、うん、なぜか、なんか風呂がないんですよ、うん、風呂がなかったんです、なんで銭湯で行ってたんですよ、うん、まあね、はい、うん、でまあ小学校3年か4年の初めぐらいまで、ちょっと恥ずかしい話なんですけども、女風呂一緒に入ってたんです、母親と。あ、でも、まあ、一緒に、まあ、結構お風呂屋さん行ったらね、うん、そういう子いましたね、うん、でまあさすがにちょっとまずいんじゃないかと思ってきまして、うん、もうある時からその俺男風呂一人で俺入るよと、うん、もう大丈夫だよ俺っつってなってたんですよ、うん、で、まあ、やっぱ母親心配だったんでしょうね、それが 2,3 ヶ月ぐらい経ってからまた一緒に行ったんですよ、母親と、うん、そしたら今日は来なさい女風呂にと、うん、背中もちゃんと洗えてないだろうから、うん、心配だと、うん、そしたらもう「分かったよ」っつって俺もガラガラって入ってったんですよ、うん、そしたらやっぱ、バンダイのおばさんが「うん、あれ?」と「ちょっと待って」ってなったんですよ、さすがにもうね、うん、僕は男風呂の方に行ってくださいみたいなことを言われちゃったんですよ、うん、ね、でも母親は、まあ、ちょっと違いますと、今、うん、男の子ですから言っても、うん、そんな変なもんないですし、うん、ちょっと心配なんですと、背中を流してあげたいので、うん、今日はちょっと許してあげてくださいと、うん、一緒にいいですか、まあ、なんか問答があって、うん、なんとか OK になったんですよ、でまあ僕は女風呂の方行きまして、一緒に行って、まあ、浴場行こうとしまして、まあ、僕服脱いだんですね、うん、で腹部下まで脱いだら勃起しちゃってたんですよバンダイが「いや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 」って言って「男風呂へどうぞ」って言われてその退場になったそれでしょ、その3ヶ月が少年を大人に変えたんだよね、3ヶ月がね、どうしてダメだ、久々に入ったらこれ女っていう感じ見ちゃって「男風呂へどうぞ」って言われちゃって、それは分からない、少年っていうね、たった3ヶ月でよいしょ、きょうちゃん、おお、わあ、おしゃよ、じゃあ天然のまた、はい、方での話で、はい、はい、太蔵っていう後輩がいて、まあ弟のように可愛がってるんですけど、はい、これも大概のアホなんですけどね、はい、四国出身で、はい、方言で、はい、まあダメですっていうのをいかんって言うんでしょうね、うん、でなんかすると常にまあ先輩なんでいかんすっていう、うん、何をしてもいかんすって言うんですけど、うん、ものすごいでっかいイカンスを聞いたことがある、もうね、でっかいイカンス、ものすごいでっかいイカンスやったんですけどまあ4畳半のアパートに住んでる時に、はい、まあまあ、その当時携帯なかったんで電話して今から行くと、はい、で行ったらコンビニかどっか行っとったんですよ、はい、で鍵かけてないんですよね、基本アホの、うん、家なんで、うん、ほんでバーって入ったら4畳半のところにね、はい、でテレビがあるんですよね、はい、でまあ、後輩2人で行ってて、はい、まあ、これは普通に待っててもしゃあないなっていうことで、はい、テレビにまず電源入れまして、ほんで、ファミコン、その時ファミコンで入れてゲームを流してたんですよ、うん、はい、でその前に扇風機を置いて、うん、で扇風機の上にジャンバーかけて、はい、でちょっとね上にティッシュの箱とか置いてカンカン棒をかぶして、はい、でまずスイッチ入れるんですよ、うん、扇風機の、うん、で首振ったら、うん、おっさんがねこうゲームしてるように後ろから見えるわけですよ、なるほど、こうと。で電気も豆球というか、うん、ちっちゃいやつにして、はい、で排気道が見えへんとこにこう後輩と隠れてたわけですよ、はい、うん、で態度が帰ってきまして、うん、で
なんやっていう声が聞こえて、うん、おっさん誰やっていう、うんうんね、もうおっさんと決め打ちですね、うん、おっさん誰や、うん、ゲームしたらあかんやろ、うん、俺の家や、うん、出ないお前怒るぞっていうのが聞こえてずっと隠れてるわけですよ、はい、笑いをこらえて、うん、で男気出してわー言うて扇風機に向かってバーンって体当たりしたんです。ほんなら扇風機ブルルって言うだけですよ。ブルルル言いながら僕が隠れてるこの下でブルルルって僕と目が合った瞬間、僕に向かっていかーん凝縮したな。これは史上の最大のいかんさ。なるほど、こういういたずらはいかんさ。いかん、一瞬にして理解したんや。一瞬にしてようちゃんがやったんや。やったんだと。なるほど、あれはびっくりしました。魂の叫び、魂の。いいか。じゃあいきますよ。よいしょ。やってみますよ。長い文句をそんな感じ。今日そんな感じしてたんですよね。お願いします。だいぶ前なんですけど、はい、へいへいへいに、はい、へいへいと、まあ、僕ちょっと音楽番組やらせてもらってますけども、はい、そこに矢沢永吉さん、永ちゃんが来た時の話なんですけど、矢沢さんがやっぱこれはテレビだと、はい、テレビといえども僕はやっぱりそのライブのミュージシャンだから、はい、お客さんもいるしライブ感覚でやりたいって言って、はい、で本当はそんなことは台本になかったんですけど、なんかもう楽屋からもう前奏をかけてくれたら走っていってステージ飛び出して歌うっていうのをこれやりたいんだけど矢沢どうかなみたいな。で矢沢さん言われたら誰も断れないんで、あぜひそれじゃお願いします言って、で楽屋の時から前奏バーン流してえちゃんブワー走っていったんですけど間に合わなかったんです。愛すべきやっぱ方ですよね。すごいなっていう。すごい。あれはすごい。すごい。すみません。今日はちょっとばらつきが良くないのでね。そろそろ。あ、上がりそう。10年くらい前に、うん、テレビ朝日の虎ノ門っていう番組のネタ見せに呼んでいただきまして、ね、僕も好きで見てた番組だったので。結構嬉しくて緊張してたんですね、でネタ見せ当日15時入りだったんですけど、うん、僕10分くらい前に到着しまして、うん、ただ結果的に僕このネタ見せ5分遅刻することになるんですね、というのも、うん、受付について虎ノ門のネタ見せに来たバカリズムですって言ったら30代半ばくらいのなんか不愛想な警備員さんが、うん、えって誰って聞き返してきたんですよ。まあまあこういうことってよくあるんですよ、うん、売れない若手の頃は、まあ、それはもう別にね、普通の大御所の方だったらこんなことないですし、それは売れてない僕が悪くて、売れてないのは僕が面白くないからであって、これはもう仕方ないということで、もう一回丁寧に虎ノ門のネタ見せできたバカリズムですってもう一回言ったんですよ。そしたら帳簿を見て、あちょっとないですねって言われたんですね。いやそんなわけないと思うんですけどって言ったら、え番組名はって言われて、虎ノ門です、名前はバカリズムです、スタッフの名前わかるって言われて、誰々さんです、やっぱないですねつって、閉じて別の作業を始めたんです、いやちょっと待ってくださいと、えこれもう僕じゃ入れないってことですか、って言ったら、いやないからねちょっと切れ気味で言われたんです。さすがにこれカチンときまして、いやまあ名前がそこに書いてないのは分かりましたと、書いてないんでしょうと、だったらそれ手違いじゃないですかねと、可能性で考えてくださいと、僕が名前もないのに嘘をついて入ろうとして中で悪さする可能性と、それがスタッフさんがたまたま何かの手違いで書かれてないという可能性、どっちが高いですかと、これは後者でしょうと、僕別に無理して入れろって言ってるわけではないんですと、ないならないでそれは手違いの可能性もあるからね、まあ何か電話するだとか他の警備さんに聞くだとか何かしらもう一つやることあるでしょって、ただ名前がないからって追い出すのはもう雑じゃないですかって言ったんですよ。そしたら、いやもうこっちも仕事だから名前ないと入れられないんですよ。仕事だから、なるほど、あなた要するに仕事を全うしているということですねと、だったらあなたのそのずっと終始面倒くさそうな態度もこれ仕事のうちなんですかと、
あなたの警備会社でそれはもう義務付けられてる態度なんですかと、そういうふうにマニュアルに書いてあるんですかと、ね、自分の持ち場を面倒くさそうにやるようなやつに仕事だとか言われても何の説得力もないし、都合のいい時だけをね、仕事を盾に使わないでくださいよって言ったんですよ。そしたらこの警備員さんがちょっと面倒くさいなと思ったんでしょうね、うん、じゃあ分かりました、内線で電話しますよ、うん、じゃあってなんだよと、うん、じゃあもういいです分かりましたと、うん、ね、もう帰りますと、うん、警備員さんが警備員さんの仕事として僕を不審者とみなしたんでしたら、はい、僕はもう不審者ですから、はい、帰りますよ、ただこれだけ忘れないでくださいと、あなたの雑な仕事によってこれ若手芸人のチャンスが一つ潰れたということだけ、はい、覚えておいてくださいね、うん、つって僕はテレビ局を出て、はい、タクシーに乗ったんですよ、はい、というのもあのこのやり取りの前半部分の可能性で考えてくださいと、はい、僕が不審者だという可能性と、手違いだという可能性、どっちが高いですかとか言ってる時に気づいたんですけど、そこあのテレ朝じゃなくて TBS だったんですね。うっかりミスで最悪や、うわー、今緊張して TBS に行っちゃった。はい、あっと、TBS の受付でテレビ朝日の番組言うと思ってたんです。でもあるわけないです、名前なんて、ないうわっって思ったけど、もう引っ込みもつかないし、何よりもそこがどこのテレビ局であろうと、この警備員の態度は許せないと。もうちょっと文句言いたいと、この警備員の態度はここはどこの局にしろおかしいということで、もうバレないギリギリのところ でテレビ局の名前を出さずに散々文句言って、うん、で、まあ、名前あるなしの話からうまい具合に態度の話にすり替え て電話されたらあかんもん、そうで電話しそうになったから、うん、待って待って待って止めて、うん、阻止して、うん、諦めるふりをして、うん、そして、うん、最後に決め台詞を吐いて、うん、速やかにタクシーに乗って本当のテレビ朝日へ向かって結果的に5分遅刻しない。いらんことしゃべるから最悪や、素敵じゃない選択肢や。もう顔に出したらいけない、バレるバレる。でも言いたい、よう取り切ったなあそこ。変な正義。おかしい、あびっくりした。それはちょっと予想つかなかった、ね、間違ってから押した、ね、間違った、気づいてからが長かったカットしたら間に合った。何年ぐらい前かな、はい、4、5年だ、電波少年僕チラッと出た時は、はい、でその時にあれね、ロスかどっか行ったのよ、はい、でロスからまたその飛行機でちょっと移動せなあかんことになって、1時間か1時間半とかそんなもんなんで、はい、で松本さんすいませんと、ちょっとそんな大きい飛行機でもないんで、はい、マネージャーさんとかスタッフとちょっと離れて一人で座らなあかん、はい、席がうまく順番取れなかったんですけど、どうですかって、まあまあその1、2時間ぐらいのことやからかめへんよって言って、で周りまあ外人ばっかりやってんけど、一人でこうそうやってたのよ、ほんならあのちょっと出入り口のところで一人で自分の席与えられたんでね、こう座ってたらスチュワーデスが来て、英語でなんか俺全然英語分からへんねんけど、とにかく多分あんた英語喋れるかと、はい、で喋られへんねやったらここおったら何かあった時に皆さんを誘導する側にも回らなかったから、英語喋られへんやったら違う人と変わってくれみたいなことを言うてて、で、あ、分かった分かった、何となく分かったから、じゃあ変わるわ、で向こうのなんか外人と変わらされたのよ、うん、はい、その時にまあ俺その買いたてのまだ一口も口つけてない水をね、はい、持ってたから、はい、それを持ってまあこう移動したのよ、はい、でその外人と変わって自分が座ってその前のとこに水を入れよう思ったら全く同じ水で、はい、もうちょっとしか入ってへんねん、はい、それを忘れとんねん前の男が、はい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 、忘れとるかなと思ってんけど、英語がとにかく喋られへんから、はい、もうええわと思って待ってたらスチュワーデスが戻ってきて、はい、多分その男に水を忘れたから取ってきてくれって言われたのね、はい、でバーって来て俺のまっさらの水を持って、はい、バーって持っていくねん、はい、でももう英語が喋られへんから、はい、あーいって言うねんけど何にもよう言わんねん。でうわ俺も英語が全然わからん思って、ほんな隣の親子がね、はい、親子がおったのよ、はい、外人の親子の娘がクス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 って笑って、はい、パパこの東洋人かわいそうだよほな親父がそんなことで笑っちゃいけないよみたいなことでクス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 笑われてんねん。腹立つ
すまー思ってたんやけどもう何にもできへんから、はい、なんか喉がものすごく乾いてきて、はい、うわ喉乾いたなー思ったらあの、はい、飛び立ってから、はい、そのスチュアーデスがカラ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 なんか持ってきたわけよ、はい、もうなんかあちょうど喉乾いたからええわで英語は全然わからんから雰囲気で何や言うてたら、はい、結局俺その水的なものがいらんっていうことになってもうててかー行かれてええー、今度来た時絶対言うたんねんと思ってたんですよ、はい、ほんならまただいぶ経ってからまたカラ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 って来たから、はい、今度はもうイエスだイエスだ言うたら、はい、こんなでっかいクッキー渡されてもう喉カッカラでほんなら横の無線面がまたクセクセクセパパーって言って最悪やったね。言葉はきつい。じゃあ行きます。行きましょう。はい。はい、いいで。お、あの方も竹若さん。あ、竹若で。竹若さん。すいません。ですね、はい、まあ天素の話なんですけども、はい、天然素材でやってまして、やってましたね、で天然劇場っていうのをね、はい、やってたんですね、はい、でまあその劇場の内容といたしましては、まあ言ったらお芝居、はい、集団コント、はい、でダンス、はい、まあこれがあの言ったら大きな柱やったわけですね、はいはい、でまあ当時僕らはそのダンスとかお芝居とかちょっとこう疑問持ちながらやってたんですよね。まあお笑いやからみたいなこともあって、ありましたね、はいはい、でもその中でも大輔は結構お芝居に関してはすごい真剣に、ね、あのひたむきに取り組んでたんですよ、はい、だから結構役柄も大輔はすごい英役柄であったり重要な役柄をね与えられてたわけですね。でまたあの新しく天然劇場やりますよって言った時に、あまた今度大輔主役なんやろなと思ってたらその時の回は主役はバッファロー五郎木村君やったんですよ。そうですね、はい、はいはい、でまああのお芝居の内容的に、宮迫さんとか原西とか、はい、大輔とかがいじめっ子役で、はい、でそれで木村君をいじめてみたいなそういう役柄で主役が木村君やったんですね、はい、いじめられっ子の木村君がまあラストシーンではもう感情が爆発してでも涙ながらに言うたらその思いの丈を語ると、うん、いじめっ子たちに語るというまあお芝居内容やったんで、はい、まあ一生懸命頑張って練習してザあのいざ本番が始まりましたと。で天然劇場は1週間ぐらいあるんですね、うん、公演がはいはい、はい、でまあ1日目木村君そのラストシーンで泣かなあかんとこ泣けなかったんですよ、うん、いややっぱりねそのなかなかお芝居にこう入り込んでっていうのがやっぱりお笑いやってるもんからしたらなかなか難しいということで、うん、いやでも2日目頑張ろうみたいな感じになってでも2日目も泣けず、うん、3日目も泣けず、うん、もう4日目も全然泣けず、うん、もう演出の先生とかももう頑張ってくれと、はい、まあみんなも応援してたんですけどなかなか泣けない5日目も泣けないということでで6日目木村君あの当時あの彼女だった今の奥さんですけどねお招待客で読んだんですよ、うん、ほんならそのシーンでいとも簡単にボロ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 泣いたんですよ、うわ泣きよった、うん、で僕らはこいつ現金なやつやなと彼女産んでる時だけ泣きよってずるいやっちゃあれででもお客さんはおおってなってるんですよ、うん、あすごいもんやなってやっぱ涙一つでお芝居っていうのはこんなに変わるもんなんやなとか、うん、まあ感心しててパッて大輔見たらすごい目見開いて木村のことめっちゃ睨んでるんですよ、はい、でどうやら大輔の感情としてはお前なかなかやるなみたいなでも芝居では絶対俺負けへんからな雰囲気めっちゃ出してるんですよでやばいやばい大輔やばいと思ってて大輔あのいじめっ子の役やでって思ってたんですけど大輔グワーやったら涙ボロ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 なんでなん負けるかっていういじめっ子といじめられっ子ボロボロ泣いてお芝居続いてなんでなんおかしいですよ、いじめっ子泣いてんの何この芝居みたいなってはい、演出の先生が終わった後ババチビラほど怒って感情がおかしいよなんでなんで負けたなかったみたいですよじゃあその主役取られたっていう悲しさもあってんけどあみんなの注目が木村さんにいったことが寂しかったんですほんでなんか泣きあったから、うんあすごいなと思ったら悔しなって俺も泣けるかなと思って俺も舞台で涙って流せんのかなもうやったらポロー行けた俺も泣けた芝居台無し台無しですか走ってきておらなんで泣いたんやおかしいでしょ俺も泣けるかな思っておかしいやろふざけんなめっちゃ怒られたっていう、はい、本当すいませんでしたいやいやはいはいじゃあさあじゃあ続いておおちょっ
っといいっすか、うん、これまたつい先日の話なんですけど、はい、たまたま、はい、2日ね、うん、休みが、はい、あったんです、うんうん、ね、うん、なかなか連チャンってないじゃないですか、はい、ないですね、はな、あったんですよ、うん、よっしゃと、うん、ここでなんとか、うん、次の日の昼から仕事なんですよ。だから、なるほど、2日半2泊3日で、はい、沖縄宮古島に行こうと。いいですね。ほんで後輩にちょっと連絡取って誘ったら、うん、3人行けると、うん、はい、ジュニアさんマジですか、ほんの休み取れたんですかって、うん、それも夏休み終わってしばらくした時とこやったんですよ。なるほど。ほんで、あ、行けます行けます行きましょう行きましょう言ってなったんですよ、はい、やった思わぬ休みですよ、はい、でよっしゃー言ってよ、ね、うんうん、さあ当日楽しいなー宮古島やでー言って、うん、もう若干こっちは肌寒いけれども、はい、向こうはそれはもう常夏ですから、はい、楽しいでー言いながら、羽田空港向かってたら高速で事故してたんですよ、うん、やばいぞやばいぞ言いながらもなんとか10分前ぐらいに羽田着いたんですよ、うん、でよかったよかった言って、手荷物検査通って、はい、ほんならね、まあ我々もまあ手荷物検査通ったりなんかしてたんで、まあ時間も迫ってたんですけど、うん、動く歩道ありますよね、向こうから、はい、宮古島行きの方お急ぎください、宮古島行きの方お急ぎくださいって、うん、我々のこと言われてるんですよ、ね、はい、あ、急がなあかんと、うん、確かに、ね、もう4分前とか、うん、それぐらいギリギリやな、動く歩道って、うん、ね、うん、まあなんていうんでしょう、暗黙のルールとして左側、はい、全然急いでない時間に余裕のある方、はい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 、右側急いでる方、はいはいはい、っていうことでしょ、はい、宮古島行きの方お急ぎください言って、あーすいません言ってわーって後輩と走ってたら、はいはい、うんうん、目の前に全く動かない男性がいるんですよ、はい、うん、ね、うん、ほんで宮古島行きの方お急ぎください言っても結構こうな感じで足音で気づかさな、うん、はいはい、でどんどんどんってやるんですけど、うん、全く動かないんですよ、うん、それがパイロットなんですよ、おそこの航空会社の、なるほど、ほんでもってなって、うん、ずっとここで宮古島行きの方おいでくださいって言うてるんですよ、悩んだ自分のところの部下が、うんうん、おいってなって、うん、ほんで行ったんですよ、はい、ほんで5歩ぐらい行ったらチッ、うん、うわほんでアカン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 ってなって、うん、何、うん、何、うん、何って言ったら、言い方があんだろ、言い方が、パイロットですよ、そこのもうエリアですよ、その航空会社のもう、うん、とこですよ、はい、言い方があんだろ、言い方が、いやいや、もうこれね、うん、社会生活における、うん、左側時間ある方、はい、右側急いでる方、はい、これもうルールやと、はい、うん、ね、ルール、ね、はい、そういうもう規則やと、はい、それが守られへんような人に言い方も何もないて、うん、って言って、はい、それだけ言って、はい、骨もすっきりして、はい、行きかけたんですよ、はい、ほなな、お前誰だよ、うせてきよるな、いやいや、もうあかんだって、うん、おいってなって、うんうん、いやいや、お前とこの飛行機に乗んねんと、うん、え、うん、我々はお前呼ばわり、客をお前へ呼ばわりするやつに命を預けんのかと、これはもうあかん、うん、もう徹底的にもう許されへんってなって、うん、はいはいはい、どうしよう思って、でもたまたま取れた2日の休みなんですよ、大事や、そこやな、常夏が待ってんすよ、これ徹底的に言ったらもうこれはもう、もうなしなんですよ、どうしよう、宮古島行くのからおいでくださいって、どうしよう、でもこいつは許されへん、どうしよう思ってバッて後輩見たら、もう後輩がもうめっちゃ悲しそうな顔してるんですよ、諦め顔や、ごめんといてくれって、どうしよう思って、もうって言って飛行機乗ってたんですよ。まあ、な、追い詰められた時って言葉出えへんもんね、出えへんし、やっぱり宮古島には負けんねん、行きたいねん、でもなんか言いたいねん、でも言いたいねん、うわーなって、もうまあ行きたいもんな、旅行は絶対に行きたいねん、絶対に行きたいねん、絶対に行きたいね、そこでやって、そのもうそれはな半日ぐらいで終わるやろうし、そっから
まあ言うたら2日どうすんねんみたいな、気分悪いだけですからね。そりゃそうやな。パイロットは勝った思ったでしょうね。そうや、あいつもうだけで終わらせたって、俺ホンマにホンマにどうしようか思って、うん、まあ名前も全部聞いて、うん、まあこれはもう大人の判断に任せますけど、はい、大人じゃなくて俺の判断でもダメだと思う。これを離陸させるかどうかは大人に任せますけども、ここの滑走路だけ走らせたんだよ。その話はそうですか、はい、口コミで広げていきますから、はい、じゃあ行きます。ちょっと僕ダイエットしては太って、ダイエットしては太ってっていうので、はい、結構繰り返してて、もう今マックスで太ってるんですけど、やっぱ太ってると坂道とか階段とかダッシュっていうのは異常に弱くて、で死なしゃあない状況でそれをやってしまうと体のどっかからわけわからん音が鳴るっていうのがあって、今人生で何回か鳴ってるんですけど、1回目はあの新幹線これに乗らないと絶対間に合えへんっていうのにブワー走らされて、マネージャーにブワー乗った瞬間にまあドア閉まるみたいな、ほんでもうそっから動けなくて胸苦しいしってなってたら、体のどっかからヒッヒーってなった。ヒッヒーってヒッヒーって汗バーかいてヒッヒーってヒッヒーって、もうしんどすぎて、もう意味が分からない。どこからやねんだから。いや分かんないですよ。ほんで席行くから、席に座るから、もうこないしながらヒッヒーヒッヒーって、もうなんかおっさんとかこうやって見るぐらいヒッヒーってなって、ヒッヒーヒッヒーって、だんだん京都の手前の、まあ言うても分からんと思うんですけど、高槻のジャスコが見えるところらへんでヒッヒーって小さなって言った。これが1回目やん。2回目が、あの ここでも喋らせていただいたんですけど、ゴミ捨てで僕9回やったんですよ。で、あのエレベーター点検中やって、でもう階段で行ってくるって嫁にバーってもう階段降りたんですけど、もうフラフラになってて、で次、まあ、階段で9階まで上がらなあかんけど、3階ぐらいの踊り場でもう胸苦しなって、おーおーってなった時はフォヒー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 ってこれはなった、うん、これ2回目2回目で、この前あの3回目がなったいう話なんですけど、春に引っ越しまして、でちょっとあの西宮っていう方のところに行って、うんうん、あの山手の方に変わったんですよ。で結構坂道が長くて、坂道がザーッとあった200メーターぐらいあって僕の家みたいな、うん、でまだそこから坂道は続くんですけど、うん、でまああのそこに引っ越すまでは車で行ってたんで、その坂もあんまり気にならなかったんですけど、よう見たらなかなかやでってなって、うん、で、引っ越して3日目ぐらいですか、ちょっと歩いて、うん、その坂降りたとこちょっと右回ったら駄菓子屋があるから、うん、子供2人おるんですけど、うん、子供連れてちょっと行ってくるわ、うん、で上の子はまあ、小学校1年生なんですけど素直なんです、うわー言うて喜ぶんですけど、下の子がちょっと変わっとるんですね。なんかもうずっとこんな顔をしてるんです、女の子なんですけど、うん、2人とも、ほんで、まあ、例えば僕がやめなさいって怒ったら、上の子はやーって泣くのに、下の子はやめなさい言うたら俺に向かってプッって言う。何ってなって、どこでそんな覚えんやろ思いながら、まあそんな子を連れてお菓子を買いに行ったんですけど、坂がきついもんですから、子供はタタタタタ行くんですけど、僕なんかこうタタタタって言ったらまた苦しなんの分かってるから、止めながら、ちょっと歩き方で言うたら、ちょっとものすごいなんかこう変な歩き方でこう降りていったんです。で近所の人に見られて恥ずいな思いながら、ほんでまあ行ったんですけど、お菓子買うて上がる時に見たらかなりの坂やったんですよ。これいけるか思ってバーンって坂上がっていったら、まずふくらはぎがズドンと重たなってきて、ほんで次ちょっと歩いていったら前の太ももがピリピリってなってきて、ほんで上の子がパッパッ先行っとこうやってダーン走っていくんです。ほんで俺わー上がりながらやっぱまた苦しなって、ほんで座り込んで、その時はフィ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 ってなったんです。座り込んでフィ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 似てるな、フィ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 って振ってみたら、下の子だけが僕の顔をずっと見てるんです、うん、でフィ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 って言ってる僕に、下の子がバー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 って、あんまりまだちょっと喋れないもんで、あんまりバーバーフィ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 バーバー抱っこって言ったんです。で僕その時に人生って絶対ってないねや思ったんが、前新幹線乗った時におトイレ行って出よう思ったら、女の人の声で何言ってんねんって聞こえたんです。で、何かなと思って、子供がやーって泣く声が聞こえて、ふわって見たら、その女の子、ミニーちゃんの耳つけてるんですけど、でその子がうわー泣いてて、お母さん、多分2人でディズニーランド行って帰りやと思うんですけど、うんうんうん、
まあ、日頃は優しいお母さんと思うんですけど、なんかちょっとテンパってはったと思うんです。やっぱりそんなんはあると思うんで、うん、でわー言って女の子やー泣いてるんです。でお母さん見たらものすごい一人で荷物持ってるんです。ここに全部荷物持って背中にも背取ろうって、ほんでもうベビーカーのこうなってるとこここやって、でもうなんか風船はもうここで挟んでるみたいな、こんな状況になりながら、その小さい子にこの状況見てわからんのかって言うたんです。ほんで女の子やー泣いたんです。で僕その時心の中でいや、なんぼテンパっても自分の子にこの状況見てわからんのかなんかね、言うことないわ人生でと思ったんですけど、で話戻るんですけど、はい、フィフィババ抱っこって言われた時にお前この状況見てわからんのかわからんのか。唯一違うんが新幹線の子はわーって泣いたんですけど、うちの子はまた俺向かってで走って帰られたっていう話です、はい、時間がこう前後した話です。時間軸がね、ま、たはい大輔、はい、あのこれ本当1週間ぐらい前の話なんですけど、はい、僕最近まであの映画の撮影で佐渡島に行ってたんですね、で1週間あって、うん、あの中日あの撮休やったんですよ僕一人だけ、うんうん、ほんで、まあ、お昼頃起きて、で佐渡島って初めてやったんで、うん、ええとこやなと思って缶ビール持って、まあ、ちょっとタバコ吸いにちょっとあの海岸のとこ行ってタバコ吸ってたんですよ、うん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 、で海がこうザーッて言ってて綺麗なとこやなってぼーっとしてたら、うん、向こうの方から80歳超えてるようなおばちゃんと、もうおじいちゃんかおばあちゃんかわからないですけど、そういう老犬ですよね、そういうのちょっと中型犬みたいなのと向こうの方からこうなんか散歩したはったんですよ。で、ああええ光景やなと思って見てたんですよ。でその犬がおばあちゃんの速さに合わせてるみたいな、なんかすごいいい感じやなと思って、ああなんかええな思いながらタバコ吸うてビール飲んでて、でまあ海見てたら向こうから歩いてきてたんですけど、そのね散歩、うん、なら「へえへえへえ」みたいな声が聞こえてて、何やろうなと思ったら、その犬がちょっと「へえへえ」っていう変な咳してるんですよ、うん、で「ああ変な咳しとんなあの犬大丈夫かな」思いながら。タバコ吸いながらまた海見てたんですよ。ほなまたおばあちゃんのゾウリもザッザッてちょっと耳に入ってくるようになって、うん、ほなまた「へんへん」って犬言うてるんですよ。まあ、調子悪いなあの犬思ってで、ね、ずっと「へん」が気になってだんだん海よりその犬気になってきたんですよ。ほなその「へん」ってやってる時はおばあちゃん止まってるんですよ。でまたその辺が落ち着いたらまたずーっとおばあちゃんもこう行くんですよ、うん、ほんでだいぶ近づいてきたんですよ、うん、ほんでその犬見てたらもう毛並みも変で、うん、ほんでもう目やにもドローン出てて、うん、あこいつ調子悪いなと思ってて、うん、ほんでずーっと「へんへんへん」って言ってて、うん、だいぶ近づいた時に「へ、うん」カッってなって、うん、なんかバーン出たんですよ、うん、ほんで見たら、うん、なんか、うん、ちくわが、うんなんかボロボロの切れかけてるようなんやけど一本のちくわがブラッって出たんですよ。ちくわ出た思ったんですよ。あちくわ出たと思って、それが喉に詰まってたんかなほんならブラッって出て、ほらその犬がちくわやのにゲボやのに急にやりだすんですよ。ほんで毛でもなんかあのうんこした後すんのこいつをシャーシャーってやりだして、でもシャーシャーやってるおばあちゃんこのままなんですよ。ほんでその犬がバーッ蹴り終えて落ち着いたら、ほんでまたはもう歩き始めはったんですよ。ほんでその辺やったから何やろうなと思って、ほんで犬通って喋りかけようかなと思ったんですけど、ちょっとおばあちゃんももうなんかボーっとしたあったんで、そのまま行きはったんですよ。だから行ったなと思って、何やったのと思ってちくわ入っとるしなと思ったら、向こうの方で「へん」って聞こえたんですよ。で「あちくわやなかったやの席」そういう話です。ちくわやなかったちくわやなかったちくわや
かった話。てっきりチコヤ思ってました。チコヤ思ってましたもん。チコヤ思ってた。チコヤと思ってた。チコヤなかった話。チコヤなかった話。元からすごいな。奇跡のチコヤ。いやこれトントンいきますよ。おあどうしてだ。あもうだいぶ前の話なんですけど、僕。大阪でね、あの板尾さんとよくこう、はい、遊んでいただいてたんですよ。俺、当時もあのごっつええ感じっていう番組がやってはって、また板尾さんは大阪に住みながら東京で番組を撮ってはるみたいな時期やったんですよ。その時にあの大阪で、あのジュニアちょっと銭湯行こう言って、で行ったんですよ。ほんで2人でこうサウナ入ってたんですよ。ほんならあれ小5ぐらいですかね、小学5年生ぐらいの男の子2人がそのガラス、サウナの中に入ってこないんですけど見つけて、うん、あれ伊藤ちゃんがゴッツ出てる伊藤ちゃんが、いや違うよな、こんな銭湯来るかいなみたいなことをずっと言うてんすよ、ほんでもうちょっと鬱陶しいなと思いつつ、うん、伊藤さんも、うん、鬱陶しいな、うん、もう言って他にもお客さんおるからもうバレたら嫌やから、はいはい、もうちょっと出ようかジュニア言ってバー伊藤さん出会って、はい、ほんで水風呂にザバー入ってうわー出てきたら子供が「あ伊藤かかりちゃう!帰って変わったぞ切ったわけよ大サービスみたいな大サービスやってくれたはあ彼はその計算なくんやからすごいですね何なんすかねいやすいきますとりゃあっ出た小出みんでは3年ほど前なんですけど、うんうん、あの吉本の先輩の香港さんと一緒に仕事させてもらうことありまして、はい、楽屋に挨拶行ったんですね、うんうん、ほな香港さんに「おいお前の相方を中元送ってくんのにお前何も送ってけえへんやないか、うん、お前もなんかくれや!」って言われましてでまあお世話にもなってるんで、うん、僕その年からお中元とお歳暮を送ることにしたんですね、うんうんうん、ただ香港さんが素敵なのは、うん、僕が送るようになった年からクリスマスに僕子供3人おるんですけど、うん、クリスマスプレゼントを子供たちに送ってくれるようになったんですよ。優しい。まだ当時うち長男が幼稚園で、うん、長女次女が幼稚園入る前やったんですけど、うん、みんな大喜びで、うん、しかもクリスマスカードに「メリークリスマス香港サンタより」って書いてたから子供たちの中で香港さんがヒーローになって「ねえパパ香港さんってどんな人なん?」って聞いてきたんですよ。でも僕この幼い子供たちに本物の香港さん紹介するのは衝撃強いんちゃうかと。まあね。あのちょうどテレビで小栗旬君が出てたから、うん、そこ指さしてあの人が香港さんや出て嘘ついてしまったんですほんならその日から子供たちテレビで小栗旬君見たら香港さんありがとうございますって言うようになってしまったんですなんか悪いことしたなと思いつつまあ小さいから出来事自体忘れるかなと思ってたんですけど、うんうん、ある日長男が、うん、ねパパ香港さんって二人おんのって言ってくるんですよ、うん、どうしたって聞いたらテレビで香港さんじゃない人にみんな香港さんって言うてる、うん、これもうこれ以上嘘つかれへんなと思ってあのな、うん、今日見たその人がほんまの香港さんやねんって言うたらまあ長男ちょっと衝撃受けたもののすんなり分かってくれたんですよ、うん、で後日またリビングで子供たちとおったらあのテレビに香港さん映ってたんですよね、うんうん、ほんで長男が長女になあ本物の香港さんどの人か教えたろかって言い出して、うん、長女はもう香港さん大好きやから、うん、えあの人じゃなかったん、うん、香港さん見たい見たいって言って、うん、今テレビ出てきたら教えてあげるわって言ってね、うん、香港さんがテレビにドーンって出た瞬間に長男がこの人やでって言ったら長女がいやって言って泣き出したんですよでも長男は嫌じゃないこの人が香港さんなのって言うけど長女はいかんいかんこんなん香港さんって言ったら香港さんがかわいそうや泣き出したんですよそっから長女が香港さんがテレビ画面のどっかに映るたびに画面バチバチ叩いてあっち行けあっち行けって叫んでるんですよでそれを見てた次女まで、うん、そういう香港さん叩くゲームやと勘違いして、はい、女の子2人でバチバチ叩いてあっち行けあっち行けって言ってるんですけど長男だけは香港さんありがとうございますこれ僕とんでもないことしてしまったすごい光景ですね、はい、ちょっととりあえずみんな集合って言って集合をさして、うん、ごめんなパパ間違えててん、うん、この前紹介した香港さんと、うん、今日見た香港さん
実は同じ人やねん。ただ調子がいい日と悪い日があんねん。分かった？でもみんなにとってはどっちも優しい香港さんやから大事にせなあかんでって言ったら長女も一応はーいって泣きながら分かってくれたんですけど、でもそれからしばらくうちの家では小栗旬君のことを香港さん、香港さんのことを偽物の香港さんって呼んでる。ややこしいな。あ、そう、ちょっと反省しましたね。その時言うといたらよかったですよね。方に入れてまうよ。通る方じゃないところに隣に毎回ヒーローだ。この間パチンコ行ったら隣のおっさんにジャララーって出てきた。隣のおっちゃんにありがとう言われて。明日がおじさんですね。すごいよ。すごいです。ラッシーはすごいよ。なかなか。じゃあ続いて。はい。はい。お、あら。陣内。あ、じゃあマネージャーの話でもいいですか。はい。はい。僕マネージャー日本木というマネージャー、はい、ちょっと太ったマネージャーなんですけど、はい、皆さんスケジュールね、吉本興業のスケジュールって言ったら、はい、まあ、僕は2週間分の。あ、スケジュールなんですよね。ありますね。まあまあ多分そうやと思うんですよね。でいろいろ例えば滑らない話であるとか、はい、そういうタイム的に変えてるんですけど、はい、ある日のスケジュールで特番って書いてあったんですよ、ね、普通に特番やから、まあ、僕普通の気持ちで東京やったんですけど、はい、東京の番組に行ってその特番の一パネラーやと思って行ったんですよね、はい、で着いたら僕司会やったんですよ、ね、これって まずありえないじゃないですか。そうですね。そんな怖いこと行っていきなりちょっと30分打ち合わせして結構2時間番組の司会やったんですよ。でタレントも石田純一さんとか松井和代さんが結構の司会やったんですよ。でも行っても何やねん俺さっき言うといてくるよみたいな感じで、もうなんとかその2時間の特番なんとか終えたんですよ。でもやっぱ納得できなかったから、うん、やっぱ気持ちの整理みたいなね、司会やもていくのと、はい、パネラーやもていくの全然違うから、全然違いますから、ね、終わってからその日本人マネージャーにお前ちょ来いと、はい、あのスケジュール書くときに特番で書くなと、うん、なまず司会かどうか確認して司会やったら特番司会って書け、うん、今後の仕事も何をするのか、うん、俺が何をするのかちゃんと聞けと、はい、でちゃんとスケジュールに書けよ、はい、そりゃ そうですよ、ね、そりゃそうです、分かったか、はい、分かりました、言うて、ほんで東京行くからその帰ったんですよね一緒に、はい、タクシーに乗って、はい、ほんなら彼の携帯になりまして、はい、日本人がね横でパッと、はい、もしもし、あ、はい、あ、いつもお世話になってます、はい、あ、火曜日ですか、あ、陣内空いてますって言うんですね。でパッて僕の目見て、あ、その世界不思議発見陣内は司会でしょうか、なんでやねんお前。なんでやねんなんでお前スーパー陣内に行けなあかんねん。まあ、考えてあかんやろ。めちゃくちゃやな。めちゃくちゃですよ。ひどいですね。めちゃくちゃやな。あの20年以上やってる世界不思議発見をそれは変わんないですよ。変わんないでしょ。変わんない、それは一応聞いとかな思って。そちらの司会でしょうか。あ、違いますか、はい、分かりました。むちゃくちゃやな。むちゃむちゃですよ。でそっからね、オファーほんとなくなったんですよ。結構出てたのに結構なくなったんですよ。これはなかなか仕事はマネージャーによってな、マネージャーによってこれは怖いですね。いろいろありますからね。まあでもそれはないな。ちょっとないでしょ。すごいな。はい、なかなかやな。お、はい、これ高校生の頃の修学旅行の話なんですけど、僕今まで小学校中学校高校って修学旅行に行ったことがないんですよ、うん、で小学校の時は腕の骨を折ってまして、みんなの迷惑になるから行ったらいかんと、うん、で中学校の時は前日張り切って長風呂してしまいまして熱40度出してまして、うん、風呂行ったらもう行ったらいかん言われまして、で高校生の時にその、うん、まあ中学校の時にそのまあちょっとグレてまして、もう高校行くつもりなかったんですけど、お母さん高校だけ出てくれっていうことで、高校のパンフレットで、あんた修学旅行行ったことないやろ、この福岡第一高校という高校は修学旅行がハワイよ、それは行きたいっつって、で本当勉強もしなくていいんで行けるって言われたんで、じゃあ僕行くっつって高校入ったんですけど、で修学旅行楽しみにしてて、高校2年生のその冬修学旅行の前日にもう荷物も準備してもう待ってたわけですよ、うん、で7時に起きる予定やったんですけど、うん、朝5時に母親に起こされまして、うん、まさきって、うん、でバッて起きたら2時間前やしまだ暗いし、いやまだ早いやろっつったら、いや警察が来てる、うん、はっつって、うん、
警察何っつってパッて見たら、本当にスーツ着たおっさんが僕のベッド囲ってるんですよ。えこれで、うん、え何っつったら佐田正樹だなって言われまして、うん、はいっつったら、うん、逮捕状だって言われまして、うん、身に覚えないかっつって、いや確かにあるんですけどあったんですけど、ちょっと待ってくれと、あと2時間したら俺はハワイに行くわけやなんでお前その2時間前に来るかって俺行ったことない修学旅行で、いやそんなん関係ないと、荷物準備しろって言われました。いや確かに修学旅行で荷物準備しとったけどね、これはその留置所とか入るために用意した荷物じゃなくて、ハワイに行くための荷物なんですよっつって、関係ないって言われて、その頃は未成年だったんですけど、玄関ですぐ手錠をかけられまして、縄で縛られて、いや面白いな、はい、本当になんか修学旅行行ったことないんですよ。はあ面白いな。いや面白い。さあ行きます。はい、ボス。ああ僕ですね。はい、僕だけで仕事が来たやつがあって、はい、で、浜口くんだけで雑誌の表紙ですって言われて、はい、まずそこからそんなことありえへんやろと思って、はい、で、まあ、取材現場に行ったんですけど、はい、なんか地下みたいなところにバーッと下ろされて、はい、で、なんかそこになんか黄色い紙が貼ってあって、はい、で、周りはもう雑然とした倉庫なんですよ、はい、あ、これはもしかしてドッキリじゃないかと、はい、おかしい、僕一人で、はい、そんな表紙の撮影なんかまずありえへんやろっつって、で雑誌名も聞かされてなかった、何の雑誌ですかねみたいな感じで言ったら、燃費の王様やって、聞いたことないぞ燃費の王様って、で、あ、じゃあ表紙撮影しますって言って、でなんかアラブの王様みたいな格好させられて、何やこれって、でガソリンスタンドの注入のやつあるじゃないですか、あれを持たされるんですよ。おかしいぞって、こんな表紙見たことないで燃費の王様でっつって、で取材終わって、でインタビューするんですけど、2ページぐらい使いますって、ずっと燃費の話するんですよ。ありえへんやろ、絶対ドッキリや、これ絶対上行ったら車なくなってるとか、ドッキリちゃうかと、ガソリン抜かれてるとか、やろうなと思って、行っても終わって取材が、で車行っても何もないんですよ。あれおかしいなと思って、あ、まあ、2,3 日後かなと思って、 2,3 日後しても忘れてたんですよすでに。で、ある日コンビニ行ったらその雑誌があるんですよ。ほんまやったの、もっと真面目にやっとけよかな。燃費の王様、見ますか、燃費の王様。いや、何で燃費の王様って。燃費の王様っていうね、なんかはい、こういう雑誌ね。嘘や、思うでしょ。嘘でしょ。嘘やろ、もう。嘘でしょ。いざ準備満タンじゃない。あったんです。月刊週刊増刊、増刊号です。増刊号リッター150円の時代のとか書かれてますけど、最終何を載せんの。いやだから取材なんか真面目にやらなあかんなっていう、はい、そうそう、ドッキリ癖がついてモテるな。そうですね。ちょっと有吉の話だいぶ似てる話、ほう、皆さん、タイガージェットシーンっていうプロレスラー、もちろん知ってますよ、インドの強子、はい、クルエルトラって言われてます、はい、クルエルトラって言われてるぐらいですんで、ほとんどリング上で試合しないような人なんですよ。あ、そうか。もうレフリーをまず血まつりに上げて、はいはいはい、試合をさばく者をいなくして、もうその客席を練り歩く、練り歩く、もうその時で、もうケムコジャラのだから巨大なインド人がこのサーベルこうやってハッハッって言いながら徘徊して、場合によっては椅子やら何やら客に投げつけるような、まあ僕なんかプロレスね、ずっと好きでしたから、まあ受け入れてますけど、知らん人から見たら異常ですよね、これ。異常な出来事、巨大な客じゃなくて、まあ2年ぐらい前にプロレス会場に行ったんですよ。まあ、タイガージェットシンが出てる、まあ、かなりのベテランなんですけど、うん、いやシンが全盛期の動きすんのかなみたいな疑いかけて、長いもんな、もうリングに先入場したら、まず真っ先に一直線にレフリーの元向かっていてですね、うん、レフリーを血まつりに上げて、うわ、さすがシン、さすがシン、変わってないな、うん、でもその後対戦相手までもうコーナーに縛り付けて動かれへんようにして、うん、
で、その後も自由な時間ですよ、真の。もう客席に俺たちに、はっ天才やお客さんめちゃくちゃ盛り上がってるんですよ、逃げろみたいな言うて。で、うわ、すっげえなーと思って。相変わらず真すごいなー思って。で、ちょうどまあ僕のおる、僕も結構いいリングサイドの座らせてもらってるんで、真がぐんぐん向かってきてるんですよ。うわぁ、真が来る、真が来ると思ったんですけど、ちょうどこの椅子の列で、一列前をシンが歩いてるんですよね。でシンっていうのはもう我が道を行きますから、あ、これちょうどギリギリで見れるから、いよいよヤバだったら逃げたらいいし、ギリギリまで見れるわ、これ楽しみにしとこう思って、みたいな。ほんで向こうからシンが、はっ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 って、サーベルこうやって近いはっはっって、その光景をね、おそらく初めて見たであろう、あの小学生の男の子が、へたり込んじゃったんですよ、1列前でちょっと怖いかはぁってへたり込んじゃって涙がツッとってなって、うん、声も出さなくて、うん、はぁってなってるんですよ、うん、うわっと思ったんですけど、うん、シンがどんどん向かってくるわけですよ、京子が京子がはっそっからはちょっと僕の憶測もだいぶ入ってくるんですけど、一瞬ね、はっって言ってたシンが男の子多分なんか視界に入ったよ、見たんやん、ってなったら、うん、この全然スピード緩めなかったシンが一瞬ちょっと立ち止まって、その場で立ち止まって、うんうん、はっはっってちょっと2歩下がるぐらいだら僕の憶測ですけど、坊主早く逃げろみたいな時間を作ってやるんだよ、はっ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 、お店まだ途中でまだ坊主だ、知ってんねんみたいな感じで、はっだいぶスピード緩めて近寄ってきたんですよ、シンが、はっもう男の子いよいよどこかなって、うん、ほんで、これも僕の気のせいかもしれないですけど、その男の子を目の前で見てる僕がうわーってなってるのを見て、うんうん、なんか僕の方チラチラ見てるような気がするんですよ、ね、うん、はっはっはっ、我々男の子で僕を見てるんですよ、はっはっはっ、僕もこれはもうやばいと、どうしようかな、でもシーンがスピード緩めてるのはもしかしたら本当にインドの強子やから、確実に男の子を踏み潰すためにこう緩めてるのかもしれない、そんなこと言ってる場合ちゃう思って大丈夫か僕ってこう一列こう乗り越えて男の子バッて大丈夫か大丈夫か大丈夫やからなって言ったら、シーンが元のスピード戻ってはっ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 、僕のそこを通り過ぎる時に一瞬はまあまあね、そういうこともあるかもしれんわ。行きましょうか、続きまして、はい、西川清志郎の話なんですけど、その、まあ、清志郎そんな結構こう天真爛漫な、ちょっと天然な方なんですけど、ものすごい優しいところがございまして、で僕があの去年ちょっと脳の病気しまして入院したんですよ、はい、2週間ぐらい入院した時に、その入院したというもうニュースが出たその夜に清志郎からその電話がありまして、でもその頭痛いんですよ、すっごい、すっごい脳の病気って出てるのに、大体の人はメールなんですけど直で電話ありました、まあ、頭痛いなと思いながらまあ出てたんですよ、偉い人育てないかと思って、もしもしって感じで出たら、ノブ君大丈夫かみたいな、あもう全然大丈夫ですみたいな言ってたら、明日お見舞い行きますみたいな、明日昼にお見舞い行きます、ああ本当ですか、いや師匠大丈夫ですよ、いやもうこれは可愛い後輩がそんなあかんって言って、行きますって言うから、うわまずいなと思ってすぐ嫁に電話して、夜の会やけどごめんって言って、ちょっと掃除しに来てって言って、病室とかまだちょっとあの師匠が来てくれるから散らかってるから、この掃除しに来てって言って嫁来てくれて、で掃除してくれたんですよ、でそっから師匠6日間来なかったんですよ、ってなって来ない来ないと思って、嫁ももう掃除もしきってるのに来おへんなと思ったら、あもう忘れはったんやなと思ったら、6日後にガラッと開いて遅れました、いや
遅れすぎやろと思って。いや遅れました。いや遅れるのレベルじゃないけどな。その夕方ぐらいやったら遅れたですけど、6日はもうと思って。でも来てくれて青森から歩いてきたやつはそんぐらいなんですよ。はい。で清志長がそのいや本当だ、容態はどうやって言うから、うん、僕こうこうこうですって喋ってたら、いやよかったって言って、主治医を呼んでくださいって言って、今すぐ主治医をって言うから、で僕ナースコールで主治医の方来てくださいって言って、主治医の方バーって忙しいのに来てくれたんですよ。したらてっきりノブ君を助けてくれてありがとうございますとか言ってくれるんかなと思ったら、先生今から僕も MRI 撮ってくださいこんな話聞いてたら怖なりました。後輩の容態より自分の健康気になってで見たことないですよ、あのお見舞いに来たスーツのまま MRI 入ってたそんな人おるスーツの上ジャケットの MRI 出てきてでその診断結果が、清志は64歳なんですけど、うん、今まで見た64歳の中で一番ツルツルの脳をしてるっていうシワが全くないツルツルの脳をしてますって言われた時に、僕なんか